ませんでした、はいはい、さあそれでは時間短くなりこちらでございます、はい、10時のツボです。これたっぷりやりたかったよ、ね、変なおっさん出てくるもんやから、はい、切符なくしたおっさん、ね、はい、残念やな、ね、ホテルのコーナー、そういうことですよね、はい、うん、この方吉永さよりさんという方から言ってなんか魚みたいな人ですよね吉永さよりさん、 はい、おはようございます。モノマガジンにも取り上げられた素晴らしい聞けばですが、悲しいことに唯一参加できないのがこのたるこのコーナーです。死ぬまでにきっと行かないだろうな、人生損してるなというような方がいらっしゃいますが、あの参加の仕方というのは、はい、あのいろんな仕方があるというのは本当はここでずらーっと並べたかったんです。どこまで行けるかちょっと分かりません、はい、ホテルに行ったことのない人だと参加できる、できるんですよ、うん、例えばねこういう方も戸部桃介さんからいただいておりますが、坪井さん小高さんこんにちは。かなり前の話ですが思い出したので投稿します。今から25年ほど前の話ですが、高校の同級生に親戚が三重県でラブホテルを経営してるやつがいました。そいつからお盆休みでいつも働いてる人たちが里帰りして人手が足りないからバイトしないと誘いがあり興味があったため引き受けました。こういう感じの人もいる。ラブホテルでバイトをバイトしたするということです、はい、うん、基本的には裏の部屋で各部屋の入室状況の掲示板を見ていて、退室した部屋電気が点滅した後に消えるらしいんですが、うん、こっちのなんかね掲示板退出すると消える、うん、消える、 あると掃除に行くというそんな感じ。そこの お掃除のバイトね、うん、そこのホテルはスイートルームのような最上級の部屋があり、部屋も広くベッドルームも2つあり、何やら大人数でもいいみたいな、そういう部屋らしいんです。スイート、うん、2人だけじゃなくて大人数で使ってもいい、うん、しかし休憩でも1万5000円もするためにお客さんもなかなか入らず、私も中を見たことはありませんでした。いや見たいなと思ってたんですよね、うん、アルバイトとしても。あ、でも使ってもらわないと掃除もできないし、そういうことですよ、うん、いよいよ明日帰るとなった週末、その日はすごく忙しくて全室満室で、うん、ついに掲示板の高級ルームに電気が灯りました。灯りました、やったー、お客入ったぞ、入れるぞ、ねえ、見れるぞ、やったーということで嬉しくなりました。やって部屋を確認できると嬉しくなりました。一度入るとしばらくは動きがないためテレビを見ていると、何やらフロントの電話のおばちゃんが電話対応しつつ隣の社長と話をしています。何やら怒ったらしいですよ部屋で、うん、ああちょっと待って、はい社長今こんなことになってますという話をしています。聞き耳を立てると、なんと高級ルームに入ったカップルの男の方が部屋の出入り口横にある小窓、これ食事やら何かしらの必要なものを顔を見ることなく渡すための30センチ四方のもの、そんなものがある、この小窓に挟まって動けなくなっているとなんでそういう内容でした。なんでそんな風なことになるの。なんで小高さん、なんでか今ちょっと説明しましょう、うん、あるの説明が、ね、あの奈良の大仏さんの柱のところで抜けなくなった人もあの鼻の穴と同じ大きさ言うのね、はいはい、だけどそれはあのくぐり抜けようとしてやるもんですから、うん、中に入ろうとしますが、うん、あの小窓のところになんでハマって抜けなくなったのか、はい、そうなんです。このカップルは部屋に入ったもののあまりの豪華な作りに改めて値段を確認し、というのは入るときは出てますからね、はい、バーッと毎週毎週毎週、あ、ここ開いてた、バーッとボタン押してバーッとエレベーターでバーッと行って入った、あ、よかった、一室開いててよかったね、なんやこの部屋めちゃめちゃ豪華やちょっと待って、1万5000円おいという話やろ。ね。あまりの豪華な作りに改めて値段を確認して、その値段の高さに断念したようでした。しかし小高さんもご存知のように、部屋はエアシューターでお金を払わないと、オートロックを解除してもらえない仕組みのために、小高さんもご存知のようにって感じ。知らないですよ、はい。そうなってるの？この小窓から脱出しようと考えたらしい。もう鍵は開かへんから、小窓から脱出しようと考えたらしいんです。連れの女性では引っ張り出すことができず、結局私がその部屋に入って男性を引っ張り出して救出しました。かなり罰の悪い感じでしたが、お金は払わずに済んだようでした。私は帰る前に高級ルームを確認できてよかったですと、はい、まあ、こういうことであるならば男女の関係で部屋に入った云々っていうのはね、はいはい、普通のホテルなんかだと、うんうん、こう中に入った時に、うん、ほら例えばのこの部屋のここが気に入らないから変えてくれとかって、はいはいはい、言うと、はい、
お金は、まあ、払わなくて済むっていうか、うん、あの変えてもらう、まあ、使ってなければね、うん、でその使ってなければっていうのは、うん、今回の場合これはどこまで当てはまるものなんですか。多分何も使ってないと思いますよ、うん、だからこの人たちはだから多分お金払わなかった、だから正直に言えばよかったんですよね、はい、気に入らないから出て行け、出てけって、それがまた動転してるしどうしようやわ、うん、ねえ、入った時点でダメなの、世間慣れしてるかどうかいうのはこういうことで分かるんで、入った時点でもうほらあのベッドに腰を下ろすともうおしまいとか、はあ、まあそのくらいはいいんとちゃいますか、それはいいの、ほら布団ピロッとめくったらもうダメだと、まあ、分からんですね、どうなんだろう、わーって言ってお風呂に入ってシャワーとかチャーで流してみたとか、もうそれやっぱあかんでしょ、水物を使ったら、でも使ったか使ってないかっていうと、そう使うの意味があるでしょ。でも小高さん、この場合は部屋に入ったとたん、うん、おこれなんやいうことですから、そんな布団に座るとかシャワーをベラッと流すとかっていうことはこの場合はない、まあ、今回はそうだけど、うん、今後の参考で聞くと、参考も何を参考にすんねん、あんた何を参考にしとんねん、どこまでがほら使う使わないって、その使うって何に使ういうのがあるでしょ、うん、まあ、使わんかったらいいんで、本当に事情話せばいいんです。いいの？はい、うん、ね、でそれよりもテーマに戻りますよ。何、ね、うん、さっきの方は私は一生こういうとこは行けへんからということで、いや利用船でもこういうことがありますよと言いました、うん、ね、だけどそれ特殊な例やろと友達がホテル経営してるはいはい、はい、やからそうそうそう、こういうことになるから、そうそうそう、こんな例はないから、やっぱ私は参加できへんわと言うかも分かりません、うん、次の方です。一時の恥ホワイトラブさんですが、車の中でホテルのコーナー聞きながら伝票書いてました。品名の欄に釣られてホテルのほのホテと書いてしまいました。そんな品名はありません。ホテで、ホテで伝票は続き番号で破棄できません。横線を2本引いて訂正音をします。ホテでは言い訳できないのでホテイにしました。ホテイって何と聞かれたら、ラジオからホテイ友康の曲が流れていたからと言い訳できるので、えらい苦労しました。ほらこういうホテルじゃ参加できるやん。参加できますやん、こういうことやん。ホテルに行った行かないの、行かない関係ないんですよ、ね、このコーナー聞いてこういうふうなことっていうのはちゃんと立派な、ホテルでの仕事でもないもんね、立派なネタですよね。ああ、流れてまいりましたこの曲でございます。一宮の広ママさん、ホテルのコーナーで一宮インターあたりにはラブホが多い話題ですが、私はすぐそ、これも行かなくていい話です、はい、ね、経験しなくて、私はすぐそばに住んでますので、インター近くに何件あるか iPhone の Siri に話しかけて聞いていましたら、 iPhone もいろんなこと聞き取る、聞かれるね、一宮インター近くのラブホテルの件数とかなんか言ってます、はい、はい、お答えしますとか出てくるんですよね。Siri から近くは15件のホテルがあるとの回答、夜は綺麗でロマンチックな一宮市丹陽地区ですということでね、はい、15件ありますという、出てきたの？うん、シリの方は判断しましたが、私独自で調べてみましたら14件そもそも調べたの？15件にするかどうかというのは、うん、リゾートホテルという、あの一のリゾートホテル一宮を入れるかどうか、こうエリアがちょっと境目になってます。これをインター近くのホテルに入れるか入れんかによって15件14件と分かれるということ。ほら立派に参加できますやん、こんな利用しなくても。はい、ということで、はい、どなたでも参加できるコーナーがこのコーナーでございます。また皆さん方のお便りお待ちいたしております。